チース。なんだ。あでも元気ないっすね。困ってんだったら力になりますよ。当てにならないな。あこれでも港のことには詳しいんすよ。何でも聞いてくださいよ。港で働きたいんだ。どうしたらいい。船乗りになるんすか。かっこいいっすね。でも俺船ダメなんすよ。すぐ酔っちゃってもういい。あちょ待ってくださいよ。なんとかしますよ。船から荷物を運ぶ仕事の親方なら何人か知ってますぜ。本当か。兄貴のために一肌脱ぎますよ。頼めるか。じゃあ明日の昼12時に第一倉庫の青い大扉の前に来てください。昼12時第一倉庫の青い大扉の前だな。はい、じゃあその時。あ、兄貴仕事見つけてきましたよ。そうか、ありがとう。この港の五郎が命がけで取ってきた仕事っすよ。何言ってるの。私が見つけた仕事でしょ。うるせえ、みんなが黙ってろい。舞ちゃん。お兄ちゃん。嘘。お知り合いで。五郎のバカに頼まれて見つけてきたんだ。いつも販売弁当を届けてるから馴染みの監督さんに頼み込んだんだよ。そうそう、色味使っておじさまお願いしまーすなんつってな。バカ。で、どこへ行けばいいんだ。昼2時までにアルファ貿易事務所の矢田さんを訪ねてみて。約束してあるから。2時にアルファ貿易事務所の矢田さんだな。ありがとう。そんじゃ。すいません。なんだ君は。矢田さんですか。ああ、そうだな。弁当屋の舞さんから紹介されてきました。おおおお、弁当屋のとこの舞ちゃん聞いてるよ。じゃ早速取り掛かってもらおうか。はい。あんちゃん、フォークリフトの経験は。ありません。しょうがねえな。荷物傷つけたら研究だからよ。はい。おい、マーク、ちょっと来い。 OK バース。じゃ君、あとはマークに聞いてくれ。わかりました。マーク、このワンちゃんにフォークを教えてやってくれ。 OK バース。葉月亮です、どうも。マークだ。 We're buddies。 仲良くやってこうぜボーイ。フォークの運転は簡単だよ。 Really easy。 直になれるさ。あ、はい。じゃあこれ乗って。よし、準備 OK だな。じゃあレクチャーを始めよう。まずはそのハンドルを左右どちらかに回すんだ。グッド、そうだ。ネクスト、次はアクセルだ。オッケー、いいぞ。ネクスト、バックだ。アクセルとは違うぞ。よし、そうだ。最後はリフトのアップダウンをやってみろ。よし、まあまあだな。じゃあ次はそのボックスを運んでみてくれ。すぐそこにある第三倉庫にこの荷物を入れるんだ。まずボックスの下にフォークを突っ込む。 NEXT、 そのまま上に上げて運ぶ。
今度はお前の番だ。荷物は倉庫の中のマス目の上に置くんだぞ。今日は全部フィニッシュするまでトレーニングだ。いいな。残ったボックスを全部第三倉庫に運んでくれ。はい。俺は仕事に戻るから、あとは自分一人でやるんだ。わかりました。おう、お疲れさん。お疲れ様です。フォークの運転は覚えたかい？ええ、なんとか。バイト代はな、最初は荷物を1個運ぶごとに300円だ。荷物には毎日ノルマがあるからしっかり頼むよ。はい。ノルマを達成できたらバイト代を上げてやるから頑張ってくれ。わかりました。じゃあよろしくな。よろしくお願いします。リョウ、マークさん、明日は朝9時に来てくれ。いいな。はい、わかりました。仕事を始める前にちょっとやることがあるんだ。仕事の前にですか？ああ、そうだ。まあ明日来てみればわかるさ。遅刻するなよ。はい。